はい、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。バレンタインデーね、寒いですな。お寒い2月のね、お寒い時期でございます。もう少ししたら春になるのが待ち遠しいって感じですけれども、今日なんかもね、各お店、日本全国の各お店でね、セラピストさんがお客様に何かチョコなどを用意したりしなかったりしながら、お部屋を暖かくして、待機なり、準備なりしているんじゃないでしょうか。メンズエステ行ってみたらいかがでしょうかなんて、お客様向けに話してんじゃねえかよっていうね、ことでございますけれども、まあだからね、本当はもっといろんなことを話したいんですけどね、それこそね、メンズエステについてのとか、当店、自分の携わってるお店についてですとか、まあそれか、については全て事実は正直に話してます。包み隠さず、事実をありのままに、お話してる、つもりとか話してます。嘘つかずにね、カッコつけずに、なんていうのかな、こういう言い方、こういうことを話したら集客とか求人、特に求人ですよね、このチャンネルに関しては。求人が来るんじゃないかっていうことを考えて話してるというよりは、すべてさらけ出して、お話しさせていただいております。また、この業界についての持論を語るときは、それは、なんていうのかな、正しいかどうかっていうのは分かりかねますが、要は僕は正しいと思ってることを話してますし、その、まあ、考え、が一般的に受け入れられるかとか正しいかとかわからないですけれども、心の中の、正直な気持ちを話してます。なのでそれに関しては、まあ、満足してるというかね、すべてをさらけ出して興味持ってもらいたいということでやってますから、いいんですけど、こうやってネタに苦しむようになってくるとね、ネタが苦しいタイミングも来るんですよ。やっぱりいろんな話してたり、なんか思いつかねえなみたいな、いう時は自分のことも結構ね、話したくなるんですよね。要は、ネタとして。ただね、あんまりね、自分のことをすべてさらけ出して話すと、マイナスになったりしたらいけないし、それこそ、自分のお店でね、働くセラピストさん、要は自分一人だったらね、自分一人でビジネスやってて、自分一人のことを、まあ、どんだけさらけ出そうが失敗しようが、こいつダメなやつだなと思われようが、いいですけれども、それは自分に返ってくるだけだからね、世間に受け入れられなかったと思うだけだからいいんだけど、一応は、まあ、こんな頼りなくても店長は店長でね、運営者じゃないですか、お店のね。なので、セラピストさんとか、お店の従業員さんに迷惑がかかる、またはマイナスになるみたいな、足かせになるとか、なんか足を引っ張るみたいなことに、をしてはならぬということで、やっぱりね、内容は選んでます。自分のことに関してはね。本当はね、もっとね、いろんなことを話して、さらけ出してね、なんかネタつなぎしたいんですけれども、ちょっとセーブしないと、さすがに、あ、そういうお店だったら働けになって、いや、悪いこととかしてないですよ、全然。確定申告も、終わりましたしね、ね、しっかり納税もさせていただいておりますし、犯罪行為とかね、そういうのもないですから、またはこういう運営に関してね、法律のにのっとってやってますからね、うちに関しては特別その違法なことっていうのはやらないように指導してますし、法律の範囲内で、健全に運営しておりますので大丈夫ですけどね、変なことはしてないんですけど、でもなんか何、間違えたことを喋っちゃって、あ、変な店長のとこだから行くのやめとこうみたいになっちゃうと困っちゃうからね、気をつけてお話しさせていただいておりますが、もっと話したい本当はね。でもまあ我慢ですな。我慢も大事ですからね、人生ね。やっぱりなんつうのかな、忍耐、我慢も時として大事。今我慢しすぎることもないし、時として解放する必要もあるしね。仕事なんかだったらもう我慢して働くことはないですよ。仕事って結構ね、大事な、まあ僕この音声とか聞いてくださってる方なんかは、まあもしいらっしゃったとしたらね、分かりになるかと思うんですが、仕事はやっぱ大事じゃないですか、人生の中で。まあ、一番大事か、二番目に大事ぐらい大事でしょ。家族が大事の次か、それに肩を並べるぐらい大事かっていうところだと思うんですけれども、その中でね、じゃあ、やっぱり、一生の、その、
時間、総時間の中で仕事してる時間っていうのが長いじゃないですか。その中でね、やだな、もうこの話もしたことありますけど、やだな、ムカつくな、めんどくさいな、疲れたなって思いながら、クソ、この野郎って思いながらやる仕事ってもういまいちだと思うんですよね。やっぱり、自分の興味があることとかやりたい仕事とか、分からなかったけどやってみたら面白かったこととか、やっぱりそうやってね、自分のなんか心とかその頭が、いい状態で過ごせる、仕事をチョイスするべきだと思ってるんですね。で、僕はこの仕事は僕のこの店長職ね、ハードな仕事だけども、いい状態で過ごしててはいるんですね。いやだな、まあ大変なことありますよ。もちろん大変なことあるし、困難なこと、まあ日々直面するするし、ドキドキもしてますよ、いつもね。どうしようどうしようって思ってますよ。だけどなんかね、やだな、もうめんどくさいな、疲れたな、もうムカつくなみたいなことはないし、自分の中で納得してやりがいがある仕事だと認識しておりますので、すごく心の状態というのはいいんですよね。なのでセラピストさんも、もしね、万が一やだな、疲れたな、ムカつくな、もう最悪みたいな風に思っているのであればね、メンズエステのお仕事が、それはね、僕は引退した方がいいと思う。または、引退した方がいいと思います。やっぱりね、合う合わないと、さっきの音声にも言いましたけど、合う合わないとかもあるかもしれないし、ご自身の心の状態に、今、現在の心の状態に、今の仕事が合ってないのかもしれない。ただ、それでも、やっぱり、でもこういうとこはいいしな、癒すのは楽しいしな、マッサージも好きだしな、みたいな。そういうふうに思えるのであればね、頑張ったらいいと思います。で、何が言いたいかっていうと、今やられてる仕事が、メンズエステの仕事をまだやられてない方に対して申し上げます。まだやったことない方。セラピスト産業をやったことない方に対して、この YouTube の音声もそれが目的なんですけれども、それについてお話しさせていただきますと、今やられてる仕事が、やっぱり満足してるのであれば、別にこの音声聞く必要ないし、すぐオフボタンを押していただければいいと思うんですけど、たまたまでも今聞いてくださってる方の中でね、なんか仕事辞めたいな、別のことにチャレンジしたいな、どうしようかなと思ってるのであれば、ぜひチャレンジしたらいいと思うんですよね。あなたの時間っていうのは限られてるわけで、今の仕事にね、例えば収入が少ないなとかね、お給料が少ない、休みが少ない、嫌な上司がいるとかね、いろんな問題点があるじゃないですか。それで嫌だな、嫌だな、嫌だな、と思いながら仕事してるのはもったいなさすぎる。時間の無駄遣いすぎるので、それはね、本当に、気をつけた方がいいというよりは、転職を考えた方がいいか。言葉をね、ちょっと間違えちゃいました。気をつけた方がいいじゃなくて。で、その中でメンズエステの仕事も選択肢の一つに入れたらいいと思います。やっぱね、嫌な上司がいるとかっていうのはもう変えられないですからね。これはもうやめるか、それとも納得してやるかしか、まあ当たり前ですけど、どっちかしかないですよね。もうなんか、嫌な上司とかあんまいないか、今。どうなんですかね。僕もなんかサラリーマン業から離れて、もう結構10年ぐらい経ちますので、今はもうパワハラだとかなんとかって言って、あんまり圧力かけてくる人もいないのかな。僕のね、営業所にはね、サラリーマン時代ね、すごいなんか、机をカタ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 やって、なんかイライラしてるぞ俺は、みたいな方が上司でいましたよ。で、ちょっとでも遅刻するような、余裕あんな、とかなんか、これ言ってもわかんないから言わない、もういい、終えますけどね。そういうなんかパワハラみたいな人いましたよ。で、僕はでも、営業、一生懸命やってたからね、その人からパワハラを受けるってことはなかったけれども、そういうなんかやりづらい環境とかもありましたけれども、そんなの嫌だったら辞めるしかないしね。で、今仕事してる方、メンズエステだったら、ここから本題に入ります。メンズエステのセラピストさんだったら、今の悩みが解消するかもしれない。解決するかもしれない。ね、人間関係もそんなにないしね。職場の人間関係ってあんまりないんですよね。店長さんとちょっと関わりがあるぐらいで、事務方とかマネージャーさんと関わりがあるぐらいで、そんなに、人間関係がこじれるっていうのはないです。変な店長さんの元だったら、その方との人間関係がこじれたりしたら大変だけどね。あと、
お金の問題もちゃんと一生懸命やれば稼げるしね、時間も自由だし、本当にね、ノーストレスで仕事できますよ。ノーストレスで、お客様もね、やっぱり男性の方は基本優しいですから、いろんな方がいるとか、お触りだなんだ抜きだなんだっていう、抜きの強要だなんだって話はしましたけど、あれはごく一部ですからね、お客様の中で。でやっぱりお客様の中でもそういう普通のお客様が多い中で、そういう抜きの強要とか、要は出来になるような行為する方っていうのは目立っちゃうからね、普通の方が多いから。だから話題に上げさせていただいた YouTube でこれやって喋ったりしますけれども、本来普通のお客様、優しい、普通の紳士的な男性のお客様が多いわけですから、お客様との何かトラブルとかもほとんどないです。うん。で、もし万が一、そういった、まあ、禁止行為の強要とかね、連絡先とか、まあ、しつこいとか、ストーキング行為とか、いろんな何か、その、困ってることがあるのは、すぐにお店に相談してください。我慢することないので、ね。で我慢して、自分で解決しようとかしないで、例えば、何か、自分に非がある部分があってもね、すべて、お店に相談です、それは。うん、したら、お店が解決できることもありますから、うん、それに天外しちゃって、外でトラブって、ストーカーに会ってどうのこうのみたいなのは、それは自己責任ですね。まあ、うちだったら、まあ、相談には乗るけどね。うん、天外なんて禁止なわけですから、外で施術するとかね、外でエッチするとか、お客様とその外で会うっていうのは禁止してるわけですから、それはダメですけども。まあ、ちょっと話はそれましたけど、ノーストレスで働けますので、ぜひ、メンズエステのセラピスト、のお仕事、ね、今のお仕事がにいまいちな気持ちがあるのであれば、知ろうとしてくださいよ。知ってみて、ちょっと。ね、よろしくお願いいたします。ちょっとね、あんまりいい音声じゃないけども、もうあげちゃいますな。もう今日も、なんかちょっといい話だし、2本連続いまいちな話ですけど、まあしょうがない。話のプロじゃないし。開き直ってアップさせていただきます。